生産現場で問題解決。皆さんこんにちは、さやかです。今日も生産現場の問題を解決していきます。今回の設備で作る製品はこれ、冬の必需品マスクです。今回の装置工程は、連結されたマスクの赤色部分を切断除去し、マスクを分割する工程です。次に装置の説明をします。2本のエアシリンダーにて連結されたマスクを先端作用によって切断する装置です。この切断位置はマスク送り機構の赤矢印が指す青色のストッパーにより決まります。この設備ではどんな問題が発生していたんですか、博士？まずはここを見てごらん。エアシリンダーが青色のストッパーに当たって停止する時の衝撃が非常に大きいのが見てわかるじゃろ。あ、本当だ。でもこういう時にはショックアブゾーバーを使えば衝撃を抑えられるんじゃないんですか？今回のように停止精度が必要な場合には、位置ずれの要因となるショックアブゾーバーは使えないんじゃ。そうなんですね。でも停止時の衝撃でストッパーが壊れませんか、博士？そうなんだよ、さやかちゃん。実際この装置ではエアシリンダー停止時の衝撃でストッパーが破損する不具合が1ヶ月に1回ほど発生していたんじゃ。あ、ストッパーが壊れて落ちちゃった。ストッパーが壊れるとどんな問題が起こるんですか？ストッパーが破損するとマスク連結部の切断位置がこのようにずれて不良品が次々にできてしまうんじゃ。マスクがもったいない。お客様の話じゃと、これが原因でラインが停止していたそうじゃ。生産量が落ちちゃう。やだな残業。そこでエレシリンダー EC-S6H の採用をいただいたんですね。あ、停止時の衝撃がなくなった。これでもうストッパーが壊れる心配はないですね。さやかちゃん、エレシリンダーはモーター制御で位置決めしているから停止するのにストッパーなんていらないんじゃ。じゃあさやかちゃん、早速効果をまとめてみよう。はい博士。エレシリンダー採用により、ストッパー破損によるライン停止時間がゼロ、不良品もゼロになりました。その結果、月に2117枚の生産量がアップしました。生産現場で問題解決大成功。知恵を使って改革し続ける。仕事も人生も挑戦じゃ。